委員会は1933年から1948年までイギリスロンドンの地域交通を担当していた組織である。1933年から2000年までのすべてのロンドンの運輸組織に共通するブランドネームはロンドントランスポートであった。ロンドン旅客運輸公社は1933年4月13日に制定された1933年ロンドン。 旅客運輸法によって設立された。法案は1931年まで労働党政権の運輸大臣を務めていたハーバート・モリソンにより提出された。この法案はハイブリッドビルであるとして次の政権下の新しい議会まで議決を延期することができた。しかし新政権でも保守党が多数を占めていた上に、 私有の事業を公的部門に大規模に移管する法案であったにもかかわらず大きな変更を加えないことが決定された。1933年7月1日にロンドン旅客運輸地域を担当するロンドン旅客運輸公社が発足した。法律によりチャリングクロスから半径約4 0トルの範囲はロンドン旅客運輸地域と設定され、 この地域内の幹線鉄道とタクシー以外のすべての旅客運輸事業が国有化され、ロンドン旅客運輸公社が独占的に旅客輸送を行うことになった。ロンドン旅客運輸公社は委員長と6人の委員からなる委員会が運営していた。委員は法律で指定された5人の任命管理者が共同で選ぶことになっていた。法律では委員に交通、産業、商業、 財務上の問題及び公務の遂行に関して幅広い経験を持ち、能力を発揮した人及び委員2名については、ロンドン旅客運輸地域内の自治体で6年以上の経験を持つ人物であることと定めていた。最初の委員長及び副委員長は、それぞれアルバート・スタンディーとフランク・ピックが務めたが、彼らはロンドン地下電気鉄道において同様の地位を務めていた人物であった。 委員は3年から7年の間の任期があり、再任の可能性もあった。レイサムとクリフは、1947年に、ロンドン旅客運輸公社の後継組織、ロンドントランスポート経営委員会の委員長と副委員長に就任した。ロンドン旅客運輸地域は、チャリングクロスから半径約30マイルの範囲で、後に公式に、グレーターロンドンとなる地域よりも、外まで広がっており、 北はバルドック、東はブレントウッド、南はホーシャム、西はハイウィカムまでの範囲であった。法に従い、ロンドン旅客運輸公社は以下の事業体を買収した。ロンドン旅客運輸公社は、幹線鉄道の会社と郊外輸送サービスに関する協定を結ぶ権限を与えられていた。92の交通及び、 関連企業体、資本にして約1億2千万ポンドが、ロンドン旅客運輸公社の参加に入った。LPTB は彼らの郊外のサービスに関する、幹線鉄道会社と協調契約を締結する、権限を与えられていた。都心のバス、トロリーバス、地下鉄の車両、路面電車は、地下鉄及び、ロンドンゼネラルの赤色に塗られ、高地と郊外バスは緑に塗られて、 コーチはグリーンラインのブランドとなった。多くの地下鉄ですでに使われていたアンダーグラウンドのブランドは全駅全路線に拡大された。この名前は地下鉄グループのマネージャーであったアシュフィールド卿が1908年に発案したと言われている。ロンドン旅客運輸公社はサービスを拡張し既存のインフラストラクチャーを改築する大規模な投資に着手したが、 この大半は1935年から1940年にかけてのニューワークプログラムという計画によるものであった。この中には、セントラル線、ベーカールー線、ノーザン線、メトロポリタン線の延伸、新しい車両と保守設備、市街中心部の多くの駅の大規模な改築、ほとんどの路面電車網を後に、世界最大級となるトロリーバス網で置き換え、などが含まれた。この時期、 ロンドントランスポートの最初の象徴となったのが、ロンドン地下鉄1938系電車及び RT 型のバスであった。第二次世界大戦の勃発により計画は削減され、遅れたものの、今日のロンドンの地下鉄網は、この計画によって作られた。ロンドン旅客運輸公社は、地下鉄グループによって始められた高い水準の企業の理念、デザイン、 宣伝といったものを発展させ続けた。これには、チャールズ・ホールデン設計による駅ウォリス・ギルバート・パートナーズといった建築家によるバスの車庫、その他バス停や上屋といったものが含まれた。ロンドン旅客輸送公社のポスターや宣伝はしばしば他の模範となりうるもので、かなりの人気となった。ロンドン旅客運輸公社は、1947年運輸法により、 ロンドントランスポート経営委員会に置き換えられた。ロンドントランスポート経営委員会の下でもかなりの自主権が与えられていた。ロンドン旅客運輸公社は1949年12月23日に生産されるまで法的には存続していた。ありがとうございます。